では、どうぞ。失礼します。今宵も、一人の志願者が。己の野望を胸に、とらえと挑む。えー、では、まず、ご経歴をどうぞ。えー、西脇豊か、ええー、四十三歳、えー、新潟県生まれ。 最終学歴は専門学校卒現在の職業はボクシングジムの横田ジムのトレーナーをしつつ作家の方をしておりますでは今回の希望金額と出資形態を教えてください希望金額は300万円出資形態は融資でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は屋外でのプロボクシング興行を成功させボクシング業界と世間に勇気と希望を与えたい あのらその思いを金に変えろではオールワナシン新しい未来をつかみ取れキャッツアバンドではまず簡単にご経歴をお願いします経歴は、えー、専門学校卒業でその時はデザインの学校に行っておりましたでその後あのプロゴスさんとして活動したこともあったんですけどもその後就職して、えー、今に至るというのが、えー、現状です、えー、ではは西脇さん今回の授業プランをです、ね、まずは 手短にお願いします屋外での,あのボクシング講義を成功させてそれをあの続けててう,うまくい,いかせていきたいんですね今だとあのどうしても会場自体が後楽園ホールだとか大きいところでしかちょっとできないっていうふうに皆さん思われてて屋外での興行自体ができるっていうことを皆さん事務の会長さんとかもあまり考えていらっしゃらない。 ですね、そういうことで屋外で講義をしたいっていうのがプランですね。じゃあ皆さん始める前に本が置いてあるじゃないですかこの本の名前とここの名前が違うのは、はい、あペンネームですかじゃあ今日の西脇豊さんが本名、はい、でペンネームが西脇ゆうきさん、はい、であなたの書いた本ってことですねこれ。はいそうです いつ発刊されたんですかこれ。えっと2020年の10月ですね。あ、わと最近ですね。2年前あ3年前か。はい。ということで作家活動も一応してるって感じですか。あ、サインも入ってる。ありがとうございます。自分とあの会長の横田。あ、横田会長のサインも入ってるんだ。そう。じゃありがとうございます。これいただけるってことですか。あ、はい。はい。ありがとうございます。はい。簡単に言うと野外の工業やりたい。はい。 ってことなんですねそのさっきおっしゃってたのが野外はあんまりその、はい、今までの例がないっておっしゃってたじゃないですか、はい、だからやりたいっていうことですよねあとは,あの,今は、まあの横田ボクシングジムがある真向かいにその広場があるんですね、はい、町田芝広という広場があってで駅からも近くて歩いていけるし近くの住宅街でやればあのお客さんはたくさん来るっていう見込みが取れてるのでえその見込みが取れてるっていうのはどういう根拠で 普段からイベントとかもやってまして、であのやった時にあの一回去年の十一月十九日にプレコーブという形でやらせていただいた時に二百人まあ来た方がいらっしゃった。やればあの来るんじゃないかっていう <laughs> 根拠はないってことですね。ちなみに野外のメリットって何なんですか？そもそも室内で普段工業が行われてると思うんですけど、はい、高楽園ホールとか大きいとかも,もちろんなんとか体育館とか、はい、なんかいろいろあるじゃないですか。野外のメリットっていうのは何なんですかそもそも？ あのまあ、見に来やすいっていうのがなんでですか開放的だからで広いい面白開放的だから見に来やすい例えば値段が安いとかそういうこと言うのかと思ったら開放的だからってらやっぱり外から見えててっていうと、はい、あのやっぱり格闘技っていうと怖いとかそういうマイナスな感情が先に来る人が多いんででも出られてますよ ね、格闘系のイベントで格闘家の方もいらっしゃるわけだから <laughs> こういう人たちをちょっと納得させないといけないんですけど、はい、いくつかそのお聞きしたいんですが、はい、エクシア株式会社代表宮本セラ業界初の低学生短さと高い効果を兼ね備えたホワイトニングをフランチャイズ展開店舗数は日本一スタッフ一人一人と向き合いブランド化する育成論で他を圧倒するホワイトニング歌謡牛舌の令和の女帝参戦 被害者の秘めてる思いを引き出し、輝きに目を光らせる。いくつか、そのお聞きしたいんですが、えっと、開放的なのはいいじゃないですか。二、はい、点、私疑問があって、天気が悪かったら、どうするのか。天気が悪かったら、もう一点。はい。<laughs> 簡潔に伝えないといけないから。でも、一点は、その野外で開放的で、誰でも見れるんだったら。はい、チケット料金払う必要あるのかなって。だって、誰でも見えちゃうんですよね。あ、はい。 <laughs> <laughs> この2点どうしようかっていうところのその解決。はい、今日なんか皆さん優しいからすごいラッキーだと思うんですけど、<laughs> こういうところをただただそのもちろん自分のプレゼンをして皆さんを納得させるっていうのもそうだと思うんですけど、あるしここからアイデアが生まれることもあると思うんですよ。はい、っていう気持ちでちょっと話してほしいなと思うんですけど、緊張されてるし。 1点目すみません何でしょうね <laughs> <laughs> 雨が降ったらどうするあ雨あの雨が降ったら1 0ルのテン大型テントを張ってその下にリングをあの作ってそこで試合をしてもらうって形になりますあリングは作るんですかはい10メートルのテントってもうく半分屋内になっちゃうじゃないですかそれじゃあそうですねはい <laughs> でも雨は避けれると客席含めて えーとお客さんのところはまではもうリングのところだけじゃないですか。10とか10だリングと審判とかそれぐらいですね、はいまあ、ちなみにあのフォローするとあすいません僕は今現役チャンピオンなんですけど GA テクノロジーズタイランド代表取締役 CEO 安藤浩一郎 日本をはじめ東南アジアにおける不動産事業多角的経営で躍進場を動かす工学出資から流れを読むのっかりの安藤まで縦横無尽そして驚愕手にした称号はムエタイ世界チャンピオン本番マレーノトラ戦う日本人を神の手が救済するあすいません僕は今現役チャンピオンなんですけどあ,あはいあのちなみに、えー、タイだと、えー、ボクシングもムエタイも、えー、8割が屋外ですおお<ー>、はい スタジアムだけが屋内、まああの,の,のスタジアムでやっているので、うん、あの集客は一応両方ともまあできているとで田舎の方はそういう大きいスタジアムがないので屋外でまさにおっしゃる通り、えー、リングを立ててテントを張ってやっていると、はい、じゃあ雨天結構なんだざ、はい、ーって雨が降ってても一応テント張って選手はやってみんなは傘さしてみるってことですかねそうですねはい あ、一個い,いですか。あ、ちょっと待って、二つ目の質問に答えてないんで。んいはい。えっと、えっと二つ目、ね。<laughs> 結局両方とも覚えてないめちゃめちゃ緊張してるね。リラックスちょっとしていただきたいんですけど、そ,その開放的っていうことは、はい、そのいろんな方が見えるから、はい、いろんなところから見れると思うんで、はい、逆にチケット代を買う買ってまで見るのかな。 って思ったんですけど、あはい、まあ、あのー、会場まで来るメリットとして、選手に声が。やってる時でも、結構声は届くんで、頑張れとか、あの、そういった声がちゃんと届く、あの、臨場感が違うっていう。なるほど。それで、お金払って、出る人はいるけど。はいはい 頑張れって言わなくても別に見たいだけの人がお金払わずにもうちょっと外から見てても一緒って話ですこの観客スペースの赤線の1個外から普通に立ってたら会場自体は締め切っちゃうんで締め切ってるというかあのチケットを持った方見れないようにするんですね会場全体に入るためにはもうチケットがいるっていうことになるわけ、ねはい、誰でもかれでもそこでもそれって公共の施設だったりするんじゃないんでしょうか <応>そこが、はい、あのちょっと前に軽トラプロレスで出られた宇藤、えー、さんって方がいらっしゃるんですけどすごい面白いんですよ行ったらでも公道とか、はい、あの公の道とかですね、はい、そのパブリックのところで、まあはい、できないんですよねだからすごい大きな、えー、とその場所の中の駐車場とか。はい あの一つ一つやり取りをし,して営業、営業をかけて、運営の方とやり取りをしてみたいなものがあるんですよ。はい、今回、持ってきたのはこの、この場所、特定の場所なんですか、えっと、そこはもう全面押さえてっていう形ですほ、ね、かの場所も当然考えてるんですよ、ねえっと他の場所というと、町田芝広っていうこの場所以外の、ていそこでやるのがまず、はい、あここだけなんですよ、そうです横田ジムの目の前のここでだけやる話ですよね。そうでですす、はい、頻繁にやるんですか えと一応春と秋で年2回っていうふうに3人も来るかなだ誰の持ち物なんですかこの屋外のこのところはえっと松で市観光コンベンション協会というところでそこにあなたがその日一日借り切るわけあら普通の人はもう入れなくなるんです、はい、あそういうことね、うん、このこれの目的としてプロ,プロボクシング業界を盛り上げたいっていうところと、はい、プラスまあ地域創生みたいな ところの要素が強いってことですか。はい、この中、まち、町田柴広にそこまでなんで思い入れがあるのかっていうところと。あとは、まあ、ボクシング、まあ、一年ぐらい。やられてたっていう話だと思うんですけど、一年でなんでそこまで。思い入れがあるんだろうっていうところは、ちょっとお聞きしたいです。分かる、一つしか答えられ。すみません、まず一個,個ずつ。その、まあ、プロボクシング業界になんで、そこまで思い入れがあるのかっていうところ。 それはもうあの好きだとしか言いようがない部分なんですけどあとは一ああ回僕が引退をしてで横田ジムにその本を出すための企画の話をする時に戻ってきた時にあの横田弘明会長があのバイクの事故であの足を。 あの結構も骨折じゃなくても切断寸前まで行ったところでまだ治りきってなかったんですね、はい、で前はあのジムがすごいジムの中に会員が100何人もいてで全然ひっきり出していたんですけどいつ戻ってみたいもう誰もいなくてっていうところで、うん、でそれでじゃ自分もトレーナーとしてやりますっていう形で戻ってきてどっちかというとまあボクシングもそうだけど横田さんに思い入れがあるみたいな ところが近いんですかねちなみにプロとしてのせ成績ってどうだったんですか一一、えっと、一生でですね年間もう一個が この町田柴広でメインでやるっていうところだったと思うんですけど、はい、まあビジネスだったらいろんなところそういうところ営業して借りてその地域ごとに集めていくっていうところの方が展開としていいと思うんですけどこの町田柴広に限定してる理由っていうところちょっとお聞きしたいですあのまずやるときの条件をすべて満たしてるんですね今のところあのまず借りるのももう OK 出てるってで一応も,うあのもしこれであのオールになるんだったら12月10日で,でやりますっていうふうに言って了承をもらってます。 でテントの方も雨を想定してそこも了承をもらっててであの試合の管轄する日本ボクシングコミッションの方にも12月10日であの OK 出たらあのじゃあやるっていう方向で話し進めますっていうふうに皆さんはもう、ま、ず確認を取ってるところです、ねはい、それでまあじゃあ僕らが300万出して、まあ、融資ですよね、はい、でそのまあ地域貢献したいっていうところとボクシング、まあ、横田さんへの思いがあるから300万貸して300万 返します。っていうことですか？これあそうですね。はいだ、僕らりまあ、一種ボランティアというか、まあその気持ちに賛同するみたいな。あとは、まああのパンフレットの広告枠とか、はい、そっちの方はあの特に試合のあの縛りがないんですね。その興行によっては本当にパンフレットって言っても選手の名前しか載ってなかったり。とか、あとは協賛してる方がそう。すごい。あの、本当に一冊の本みたいな形で。 あのなってるパンフレットもあるんで、そういったあの広告枠とかでそういった形でご協力あのいただできればなとは思うんですね。はい。そのまま2500人集客したいっていう人たちが見るパンフレットってことですかね。あ、はいそうです、ね。2500人を一回のその工業で集める。 そとです,かそ,ですそれが過去は200人だったのが、えー、次2500人集めるっていうことを言ってす、ね、僕なんか岡山で友達が、まあ、会社の社長の友達が「株式会社カードン会長トモハッピーカードゲーム専門店ハレルヤオ創業年賞は60億円超え伝説のプロゲーマーが次に手がけるのはマジック・ザ・ギザリングをはじめ全てのカードゲームを取り扱う超総合店カードンオビー界のエヴァンジェリストは志願者のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのか」 友達が、まあ、会社の社長の友達がスポンサーしてるからって言って日本チャンピオンの,そのタイトル戦見に行ったんですよ、まあ他にも試合あって柔軟戦やるんですけどそれで結構立派な体育館でやって来場者400人ぐらいだったですね2500って 2, で相当っすよしかも地域なんでしかもこれ新人の4勝してない人だけでやるって書いてあるんですよはいど,どうしてそんな集まった実績あるんですか屋内屋外問わず今まで日本でむちゃじゃないですか 多分ですすけどないいと思いま後 <laughs> 楽園とかでもガラガラなんで本当にそれこそ400人とか600人とかそういう規模なそのあの俗に言う3回戦ボクサーって言われる試合ですね後楽園で400人から600人なんですかあの世界戦とかじゃなかったらですよはい、はい、完全に計画が破綻してますな「屋外でのプロボクシング興行で業界と世間に勇気と希望を与えたい」 早々致命的な問題が発覚この事業計画破綻しているトラたちはいかなる判断を下すのか新鮮イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集詳しくは概要欄から完全に計画が破綻してますな 破綻します、ね、まあそもそも計画通りに言っても赤字なんでこういうのって令和の虎的にど,ど,うどんな感じになるんですかその、えっと、令和の虎的とはどう要するにその300万円出してこの計画通りにことが進行したとしても250万円しかいかないので <laughs> 最初かなそ,その場合は要するに見た方があの100%でも。でもなんか2年目にそれぞれ50万ずつ利益が出るって書いてあるんですけど。 この2500人を来場させたいって書いてるのにこの数時間でいうと800人になってるのはどうういうあれなんですかね、えっと、初回のそこは計算でやってたんでじゃあ一発目は赤字で、はい、でも50万は返していけるえっと50万はその2年,、うん、2> 2年目から二、ね、2, 2年目からですかうんい、ね、これさっきあのこの間やったものの実績が何人って言いました集教の200人200人じゃん これ200人が800人になったり2500人になったりするなんか根拠はあるんですか？あの実際にその前回やった時は本当ただのスパーリング大会って練習試合みたいな形で料金も取る形ではなかったんですね。200人集めた時は無料ってことですか？すね、じゃ,じゃ例えばこういう工業の集客人数とか調べたことあります？多少は。 で、じゃ、あ例えば、ブレイキングダウンとか、いくらぐらい集まったかとか、してます。え、すいません、他の格闘技のことは、ちょっと、調べてます。じゃ、あボクシングだけ、調べてるところですか。はい。どれぐらいでした。ええ、五百とか、そのくらいです、ね。五百人。はい、どれぐらいのキャパの箱で。あの、こう、楽園ホールとか、ね。ここ楽園ホールで五百人。はい。で、町田、芝広で、千人、いけます。そ,そこは、もう、やる、やるしかないという。はい。 パンフレット配ってでもめちゃくちゃ私気になるのが、格闘技とは無縁そうな顔されてるじゃないですか。いや、そんなの。<laughs> <laughs> ちょっと、なんか、すっごい優しそうだし、はい、例えばですけど、こう、プロボクサーのとかっていうんだったら、もうちょっとごつい感じの、ちょっとなんか、怖そうな方が来るのかなと思ったら、なんかすっごい、多分いい人なんだろうなっていう、ちょっと方がいらっしゃって、<laughs> なんで、 あのボクシングをにそこまでの思いがあるのかだとかだって赤字覚悟でやろうと思うってことは何かの思いがないと無理じゃないですかもうここまで来たら、はい、あのもう筋破綻してるからもう思いをプレゼンするしかないと思うんですよ。はい、なんでそもそもボクシングを始めたのかとか,、はい、なんかその辺を言えばいいんじゃないですか、はいあ <laughs> ボクシングを始めたのは本当にただのきっかけだったんで、高校に通った高校に部活があって、まあそのほど運動も得意じゃなかったんで、じゃあまあちょっとやってみるかって形で始めた。薄いなぁ。<laughs> <laughs> 薄々でしょ。<laughs> <laughs> まあまあ部活やるのは薄くてもいいと思うんですけど、はい、ちょっとやりたいと思ったらやってみればいいと思うんですけど、商売はちょっとやりたいと思って気軽に突っ込んで、はい、結構失うものもあるんですよ、時間とかお金とか信頼とか。 いいんですか覚悟があるんですかあ、まあ、そこはもうやるしかないっていうってもその人様のお金をお借りしてじゃないですか多分僕間違いじゃなかったらこちらから300万を出してなんと3年目で300万円が返ってくるってことですよね良、はい、くて悪かったら返ってこないってことですよね<こ>やるしかかなないってなんか 何なんですかそんなん当たり前ですよやるしかないってそれ以上の根拠とかそういうところを我々は聞いてるわけですよやらなくてもいいんですよそもそも別にこれってあなたがこれをやらなくても別に世界は平和だし誰も損しないし迷惑もかかんないですよ、はい、やるしかないことはないんですよそもそもやってもいいしはい、はい、やらなくてもいいことを、はい、お金人から借りてまでやるんだったらそれなりの,その覚悟とか説得力がないと「オラ、はい」 どううやっっててて首に振ればいいのっていの感じなんですすよ自、はい、自問自答してますこれって繰り返し繰り返し本当に俺これやるのかやんないのかっていうのを、はい、夜も寝れないぐらいら考えましただって今普通に派遣でお仕事されててで商売の経験ってなんかないじゃないですか多分、はい、そんな中でその「01」でやるに近いまあでも去年テストとかしてるから「01」じゃないでしょうけど、はい、疑ってますちゃんと自分のこと。ノリじゃないですか。 でではないです、ね、普通は本当にこのリスクを買ってこれやるんだったら自分のことを疑って疑ってその論理的に納得できたりとか、はい、厳しいかもしれないけどそれを超える強い動機とか思いがあってやる、はい、っていうことになってるはずなんですけど、はいはい、聞いててもなんかそのななんんんででやるんだろうって感じなんですよね逆にそのさっきやるしかないみたいな話があったじゃないですか。逆にに勝つ賛みたいのっってもうちょっと具体的に <laughs> なんかそのさっき、差別化、まあ、通常のボクシングと違うのはこの広場でなんか見晴らしがいいからみたいな話だったと思うんですけどそれ以外の,この差別化というかここがあるから2500人ぐらい集まって返していけるんだっていうところなんか具体的にありますかあのまずあのボクシングをみんなが始める動機でプロを目指すって言われた今の時点ですとやっぱりどこで試合をするのかというイメージがやっぱり湧かないんですね。 なんでそのまずボクシングをやりたいって来た人にあのそこの芝広で屋外で試合ができるよっていう何かあの目標というかラインがあればそのボクシングやる側の気持ちは分かるんですよ、はい、そのスモールでスタートできるとか、はい、観客からした時の,そのメリットというか、はい、ところだったり、まあ、それが集客につながると思うんですね。はい そういったところのなんか賞賛みたいのありますか。あの年配の方に話を聞くと、昔はテレビとかでもまああのほぼ毎日のようにボクシングの試合って放送されてたっていう風におっしゃられてるんですね。でも今って全然その見る機会もないし、実際に会場に足を運ぶって言われてもいつやってんのどこでやってるのっていうところがあるんで、そこでまずあのまず、あ、芝広でねに二回やりますよって言ったらその興味を持ってる方とか。 あの近くに住んでる方とかもちょっとフらって見てみようかなという気にはなるのかなと思います。ちなみに町出しってどのぐらいの人口なんですかね。え今確か40万人。40万人、はい。戦績4勝未満の新人ボクサー同士の対戦をメインにする理由ってなんですか。なんかチャンピオンの試合とか、はい、タイトルマッチとかじゃなくてこの新人でしかも勝ってない人の <laughs> まあ言ってみたら。 まあ最下層ののプロの試合をメインにする理由って何なんですっていうのも集客考えたら有名選手だったりとかを呼んだ方が集客って集まるじゃないですか、はいはい、逆に言うとだから集客できないボクサーのためにやる興行になっちゃってるんですけどなんかど,どういう狙いとか何を成し得たいのかなってこの興行で。がすぐ答えられないと結構厳しいですー 120万とかも払いすぎだと思うので逆に場所は提供してあげるけどファイトマネーなしで試合させてあげるようにするか、はい、むしろ逆に、はいうん、試合するためにお金もらって無料で、はい、あの見てボクシング分かってくださいとかの方がまだなんか分かりやすいんですけどう狙いとやりたいことがぐちゃぐちゃなので何も達成できなくなくっちゃうと思います、はい、いいですか もうどうにもちょっとまた運営側のこれはミスですでもうこれで皆さんにっていうのはちょっと皆さんに失礼すぎると思っていてちょっとこれお蔵入りしましょうかねあまりにもひどいんでもうちょっとありえないですこの企画書がはいすいません僕ムカついてるのはあなたにじゃなくてね あの本当にさっき言ったように1回で340万かかるものに対して800人チケットを売って初めて250万でそれでも90万の赤字っていう世界とここの融資のところで金利ゼロで普通に返していくと僕は運営側見たら「何やってんのあんた」ってこれちゃんとせめて金利つけて融資でないとダメでしょっていうのとこっち側のこれ投資って何だろうと思って見たら単になんか変な。 宣伝会で「なんだこの企画書でふざけんなよ」ってつっかえすはずなのにこれうちの運営に出して OK が出たってことですかこれでですよねもう最悪なんだよこれ波乱のタイガーファンンディングもはや進行不可能か破綻したビジネス虎たちとの議論はどこへ向かうのか次回 物語の行方を見逃すななんやねんその受け止めるしかないって仕方がないから受け止めざるを得ないみたいな言い方に聞こえるんだけどすみません、はいいや、今まで出てきた中で相当ひどいぞ、これあはいあ,あ,あバカにしてんねん人のこと、あんたはい。あ,あ。